こんばんは。どうも。アップデートです。アップデートでございます。はい、今日ちょうどね、うん、今ニュースピックスが、はい、もう丸の内をジャックするということで、もういろんなところでイベントやってまして、僕も最後の最後、はい、あのチェンジトゥホープ、あのルローニケンシンとかのね、おなじみの大友監督と二人で喋ってくる、はい。それが終わったと、アフターパーティーもしよかったら行きませんかって言われて、僕ああいう打ち上げに参加するのが4年ぶりぐらい。あ、そうですか。うん、僕全然お酒も飲まないし、うんうん、でよし行ってみようと思って行ったら、もう皆さんもいっぱい喋ってくれて、うん、僕もいっぱい喋ったら声枯れちゃいました。そう、枯れてますよね、ちょっとね。ちょっと本番きっとこのオープニング10分間ぐらい喋ったらもうね出ません。いや、出しましょう。ぜひ出していただいて。限界なんですけども、とんでもない、ね、イベントで、さすがニュースピックスですよ。そうですね、大規模イベントでした ね、さすがアップルの横にアップルよりも大きいオフィスがあるね。でおなじみのニュースピックスですから、はい、盛り上がりましたけども、はい、ね、今から生放送でございます。はい、はい、そうですね、本日取り上げるテーマは、企業成長を加速させるのはバックオフィスかです。はい、株式会社リーガルフォースの提供でお送りします。はい、もうこのバックオフィスってこと僕知らなかったんで、ね、イメージあります？バックオフィスの。いや、だから最初聞いた時は意味が全く分からなかったです。あ、そうですか。闇社会の話かなと思ったんです最初。うん、ね、うん、そういう話は芸能界得意ですからね。で、だけど、あ、違ったんだっていう。で、ちょっとね、あの本番中にもいいと思うんですけども、すごく重要ですから。そうですね、自分で会社もやったりとか個人会社もあるんですけど、うん、やっぱやり始めるとこれ相当重要な仕事とか、うん、なんなら会社ってもうこれに尽きるんじゃないかっていうところが意外と思ってきたりとかする、ね、そういう話が今日できればいいかなと思ってます。バックオフィスにも光を当てたいという形で、はいはい、やっていきたいと思います。今回も観覧の方々に来ていただいてます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ねえ、まあ、この今映ってる方が一部でして、あの、ね、カーテンの裏に、ね、600人ぐらいいるんですけども毎回言われる、なかなか、はい、肖像権の問題で出ないという人が多いんですけども ね、ちょっと隠れられてる、はい、もしよかったら、はい、たくさん拍手してもらって、たくさん笑ってもらえればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはい、本日もニュースピックスとツイッターのハッシュタグのコメントお待ちしております。はい、そしてですね、コメントが採用された方にこちらのアップデートノートを、プレゼントしますので、詳しくはニュースピックスのコメント欄ご覧ください。はいはい、それでは早速始めていきましょう。本日取り上げる記事はこちらです。はい、事業をスケールさせたいならバックオフィスに強くなれ。うん、はい、こちらは、フィナテキスト CEO を務める、林亮太さんのインタビュー記事です。はい、なぜ企業成長においてバックオフィスが鍵になるのか。創業フェーズの起業家が事業をつまずくことなく、成長させるために知っておきたいマインドとは何か語られています。はい、続いては今日押さえておくべきポイントを紹介するこちらのコーナーです。はい、アップデートアイです。はい、こちらはですね、フロントオフィスとバックオフィスの概念図です。ああ、そういうことですね。そう、こういうね、分かりやすいこちら。はい、営業はマーケティングなど顧客と直接接する、フロントオフィスに対して、財務や法務などのバックオフィスはリスク管理など直接利益を生むわけでなくても企業運営に欠かせない役割を持ちます。うん、しかし経営資源に余裕のないベンチャー企業ではバックオフィスの整備が後回しになってしまうという傾向もあります。ある、アンケート調査ではベンチャー、中小企業の約3割が一人総務という実態が明らかになりました。一方、こちらは今年6月、米国企業が今後1年間に優先して投資する分野を尋ねた、調査結果です。第1位はですね、バックオフィス業務の自動化。バックオフィスへの、積極的な投資が今後のトレンドになるかもしれません。はい、企業成長の鍵を握るのはバックオフィスなのか、経営資源が限られる中フロントオフィスとのバランスをどう取るべきか、最前線でこの問題と向き合っているゲストの皆さんと議論していきます。なかなか僕が間違っていればごめんなさい。だんだん野球でいうところの、フロントとバックっていう、なんかフロントが攻めでバックが守備のようなイメージがあって、まあ、イメージはそうですね。で、昨今野球ではね、守備がすごい重要とされて、守備が強いチームが優勝するんですけども、なんかそれが会社には当てはまるのかどうなのか、またそれがね、はい、それが自動化すべきなのかしないべきなのか、いろんな面を踏まえて、はい、お話できればいいかなというふうに思います。はい、はい、それではこのテーマを議論するにふさわしい論客の皆さんをご紹介しましょう。どうぞ。
さんもちろん会社も経営したりとか、もともとそこ経験者だったりとか、うん、いろんな意見を持って、またこのバックオフィスっていう定義自体がどうなのかとか、さまざまな意見をお持ちの方が集まっておりました、はいはいはい、順番に行きましょうか。よろしくお願いします、はいはい、まずはユーグレナ取締役代表執行役員 CEO リアルテックファンド代表の永田昭彦さんです。よろしくお願いします。永田さんも何度もね、そうですね、この番組に来ていただいて、はい、もう僕が言うのも変なんですけど、さっきトイレ行く前にバタッとあったんですけど、僕が言うのも変なんですけど、やっぱでかいですよ ね、やっぱりね、お互い思いましたよね。やっぱ永田さんでけえなと思って。でかい、なんかそれでもこれって意外と重要で、やっぱり発言にもパワーが出る、やっぱ大きさがありますけども、その永田さん、このバックオフィスっていう考え方、これどう思われてるんですか。いやもう今回はアップデート史上一番良くない設問だと思って、一番良くない設問良くない、うん、もうイエスしかない。ああ、一択じゃんこれって。一択なので、これちょっと議論が分かれなくて困るんじゃないかと思う。それだけ心配してます。いやでも先あの一択なら一択で、それをずっと掘り続けるっていうのをやってるので、うん、僕がすると逆に言うとそんなに重要なのかなってもともと思ってました。じゃあそれをちょっと考えを変えれるように、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、続いてキャスター取締役 CRO の石倉秀明さんです。よろしくお願いします。石倉さんももう何度も何度も出ていただいて、でももともとあれですよね、石倉さん人事会社というか、人事の担当みたいな。あ、そうです、まあ、僕自身は自分の経歴とか仕事でいうと営業とか、まあ、それこそさっきフロントかバックかみたいな話でいくとフロントの方が長いんですよ。長い、ね、で、まあ、人事もやってたんですけど、はい、長いは長い。ただうちの会社ってリモートワークみたいなのがずっと注目されてたり、まあ、そこばっかり割と出たりするんですけど、何やってるかっていうと、いろんな企業さんの、まあ、それこそバックオフィスの業務をアウトソースで請け負うっていうのが主の事業なんですよね。なので今1500人いるんですけど、はい、1450人ぐらいは多分会社でバックオフィスの業務をやってるし、累計でも今3500社ぐらいやってるんで、多分日本で一番バックオフィス業務をやってる会社なんですよ。なんで今日初めてここであの本業の話ができるっていう。あ、やっと、やっと、ね、数回目にしてそう、やっとうちの会社が何やってるかが話せるっていう、やっとだって、はい、さっきも、はい、じゃあもう本当ある意味さっき言った守備専門家といいますか、バレーボールでいうところのリベラーみたいなもんで、そう、会社としてはもうそれをもうなんか主でやってるんで、もうなんか多分日本で一番バックオフィスやってる人がいっぱいいるみたいな会社だ。重要性はもうやってるほど知ってるし、うん、自動化に関してもふむふむということで、まあそうですね、はい、今日なんかその話できればな。あ、わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、はい、続いてレイヤー X 爆落事業部プロダクトマーケティングマネージャーの矢野隼人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、ね、あ、そうですね、はじめましてです、ね、本当、はい、何千回と言われてますけど、矢名さんってすごい感じですね。そうなんですよ、これやっぱどう、僕も老眼で最近よく見えなくてなかなか一発で読んでいただいたことないです、ね、矢名さんはどういった仕事が基本メインで。そうですね、まあ、私これまではずっと、まあ、いわゆるバックオフィス業務に関与していて、はい、まあ、新卒は監査法人で、まあ、その経理の方の決算のチェックみたいな仕事をしてたんですけど、まあ、結構お堅いような仕事 でそこからもう本当に経理業務とか、まあ、いわゆる経営企画みたいなところのバックオフィスの仕事中心だったんで、はい、まあ、今日はなんかある意味自分が一番その実務というか、あのバックオフィスの経験でいうと一番携わってた期間が長いのかなと思ってるんで、うん、まあ、それなりの思いをいろいろとお話しできるかな、ね、あの言葉の定義もありますけど、はい、そのバックオフィスなんかの裏方さんのようなそうですねイメージ、はいはい、それはやりながら実感はしてるんですか。まあ、個人的にはあんまり、まあ、そもそもなんかバックオフィスとかよく間接部門と か、うん、なんかああいうなんですかね、脇役感というか、はい、ああいう言葉があんまり好きじゃなくて、はいはい、なんでまあなんか今日のお話でもありますけど、いかにこうやってなんかもう少しプロアクティブに会社に貢献するかみたいな、まあ、そういったところを考えながら仕事をしてました。だから、ね、僕個人的には最近育児を一生懸命やってるんですけど、はい、なんか家事育児ってすごい重要なんだけど、最近まで全然注目されなかったっていう、はいはいはい、でそれが実は家庭の根幹であるはずなのに、はい、なんか大黒柱が一番偉くて、そうですね、家事育児なんか適当にやっとけみたいな感覚があった、はい、これになんか感覚近いのかなって僕自分でやってみて思うんですけど、育児は特になんかまあやっぱ目立たない部署であるのは間違いないと思うんで、そうですね、はい、だからこの部分だからこそチャンスがあるんじゃないかということで、はい、今日はよろしくお願いします。はい、最後にリーガルフォース代表取締役の角田望さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまたリーガルフォースっていう会社がどういったものかって簡単に、はい、はい、ありがとうございます。弊社リーガルフォースはですね、契約書のレビュー業務を支援する、契約書のレビュー、まあ、レビューですね、レビュー業務、いわゆる契約チェックとか、
法務審査と言われている契約書の確認業務を支援する AI の製品ですね、リーガルフォースという製品を提供させていただいているのと、あともう一つ契約を締結した後の契約管理、これを契約の管理、管理ですね、結んだ後の管理を AI で自動化するリーガルフォースキャビネというサービスを主に展開させていただいている会社です。じゃあ、いかがだけど会社の契約部とか、はい、もうそういうのなくなるよって話ですね。まあ、契約部はそもそも多分ないと思います。ないですか。法務部ですね。法務部か。法務部、総務部、あるいは管理部とか、公開とか。うち普通に契約部って俺言ってましたよ、普通に。そうなんです、契約専門の音楽の。ごめんなさい。あ、そうなんですね。それは大変失礼いたしました。ある、あるんですね。いや、ないです。きっと僕は勝手に、僕はこの全く社会人じゃないんで、もう社会に適合したことが一回もないんですよ、僕ずっと。いや、そんなことないですよ。そうなんですよ。サラリーもらったことないし、その会社のシステムの何も知らなかった。ただひたすら、ただその日銭をもらって食ってきたんで。なんか、やっぱそういうものを、いわゆるデジタルに変えて。まあ、そうですね。契約書のチェックとか確認管理って、今、法務部だったり総務部とかでやっていて、スタートアップとかだと管理部門とか、あるいは財務部門とか経営企画やってたりするんですが、これをですね、完全に AI が代わりになるってまだちょっと難しいですね。ただこういったソフトウェアだったり AI のテクノロジーを使ってその生産性を上げていくとか、業務のクオリティを上げていくっていうのは、そこはすごい可能性がある。そのいかにこの人の業務をテクノロジーを使って支援するかっていうのは僕らがやったと思うんですね。だって面倒くさい。なんかね、さっきちょっと楽屋でも言いましたけど、最近 AI で絵描くとか、最近 AI で曲作るとか、素晴らしいんですけど、あれって人間が楽しくてやるもんじゃないですか。なんか楽しくてやるもんばっかり AI 化されて、めんどくさいこと AI がなかなかしないじゃないですか。なんかそういう意味ではある意味ちょっとめんどくさいじゃないですか、契約とかって。そこはやっぱ AI でやらせても僕はいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけどね。まあそこをまあちょっと今日の立場が全然また違うのでね。はい、はいはい、ありがとうございます、はいはい。それではですね、本日の議題として、まず前半では企業成長を加速させるのはバックオフィスか、はい、そして後半ではフロントとバックオフィスの最適なバランスとはについて議論していきたいと思います。はい、はい、それでは早速始めていきましょう。まずはじめに、企業成長を加速させるのはバックオフィスかについて皆さんのお考えを見ていきましょう。お手元のボードを上げください。どうぞ。はい、はい、まず永田さんが、チームの勝利にディフェンスは必要か。まさにさっきの話、もうこれですね。はい、はい、そして石倉さん、イエス、でも本気の会社は少ない。うん、そして柳さんがイエス、括弧バックオフィスがというより全員、うん、バックオフィスがというより全員であるです、ね。はい、そして、角田さんがイエス、間違いなく加速する。うん、まあ皆さんイエス、それは重要性は分かっている人は多いと思うんですが、じゃあ加速かどうかって話ですよね。この番組はやっぱり経済番組なん で、うん、そうですね。でこの部分でもうほぼ、まあ、全員イエスに近いと思うんですが、じゃあそうですね、まずイエス、でも本気の会社が少ないという石倉さん、はい、ね、まあ、僕らさっきお話した通り、企業さんのバックオフィス系業務を受けようってことでお仕事してるんですよ。で、すごい重要だっていうのは、まあ、ある意味こう、じゃあ3000社分の秘書業務とか総務とか人事とか経理の仕事をうちは受け負ってるんで、どれだけ一個一個が大変でうちの会社のメンバーがこう日々やってるかっていうのは、まあ、僕ら見てるから重要性って分かるんですけど、依頼いただくお客様って、まあ、忙しいからうちに依頼いただくんですね。さっきみたいに人がいないからいただくんですけど、それは全然構わないんですけど、結構端々にこの業務は誰でもできるんで、できれば外に出したいんですよねとか、誰でもできるとか、この業務って会社としてはその人をこう張って増やす業務じゃないんで、できればアウトソースしたいんですよねっていう、なんかこうカッコつきの大事みたいなのが結構やっぱ多いなと思ってて、どっちかというと、なんだろう、まあ、今お話あったようにしたように、こう大事だとは言ってるものの、そこに投資したら伸びるかとか投資しようかって言われるとそうではないし、正直あんま自分も分かんないし関わりたくないぐらいのが結構本音かなと思ってて、家事に近い。結構経理業務とか大事じゃないですか、お金なんで。大事ですよね。受け負ってみたら普通に毎月の売上分かりませんとか、全然決算実はなんか月次でやってませんみたいな会社さんとかも結構ざらにあるし、採用で人が取れない人が取れないみたいなのあるじゃないですか。あるんですけど、
結構受け負ってみて、いざ蓋開けてみたらなんか100人ぐらい応募者来てるの放置してたりするんですよ。結構ザラにあって、で人が取れないって言ったりするんですよね。なので結構実はその目の前の業務をちゃんとやって会社を円滑に回すみたいなことの価値ってすごい、まあ、割と軽んじられてるというか、できれば触れたくなくて大事だと思ってるけど自分がやるほどじゃねえなって思ってるっていう経営者の方とか会社の方は結構多いなっていう印象は、あのお客さんと日々接してる中である。で、まあ、ありがたいのでそれでうちが儲かってるっていうのもあるんですけど、はい、結構あるですね、そうっていうのはあるんですけど、なんかちょっと違和感は感じるんですよね。だからうちはなんか誰でもできる業務をやりますって絶対言うなみたいなことは言うんですけど、あのそれは結構やっぱり一番あるなっていう感じ。でも皆さん本当にプライド持ってね、経理の方とかもバックオフィスの方やられてる方もいらっしゃいますけどね。いや、だから取れないんですよ本当に。経理でいろんな会社の業務を受け負わなきゃいけないので、一社しか経理分かりません、その会社のやり方しか分かりませんっていう方だと、うちだと結構きついんですよね。なるほどな。5社同時にやったら5社分全部ちょっとフローが違ったり、ツールが違ったり、それこそなんかバックラックさんとか使ってるとこもあれば違うツール使ってるみたいなのもあるんで、それ全部使いこなしながらやらなきゃいけなかったり、会社のフローもルールも違うから、それは相当難しいですね。はい、でやらなきゃいけないんで、僕らでさえも結構取るの大変なんですよ。なるほど。っていうのが思ったより結構軽んじられてるというか、あんま伝わんないなっていうのは、僕も人事やってた時も本当管理部って取れとかバックオフィスの人って本当取れないんですよ。全然エンジニアより難しいと思うんですけど僕は、なんですけどあんまり伝わんないなっていうのは感じるところね、だからまあ言ってみればその、ね、このバックオフィスの部分の本気の会社も少ないんだけども、っていうかそんなことよりも何よりもバックオフィスなんて全員これ家庭全員でやんなきゃいけないでしょっていうことのイエスなんですかね。そうですね、はい、というより何ていうんですかね、その、まあ、バックオフィスっていうとどうしてもやっぱり何ですかね、当たり前のに思われるような業務をなんか当たり前にやるっていう、なんかそのある種その専門的なあの仕事をちゃんと着実に当たり前にこなすみたいなところがやっぱどうしてもフォーカスされがちかなと思ってるんですけど、一方でなんかその会社の部署ってもうどんな部署であろうが、あの個人的にはその会社の成長に貢献するっていうのがやっぱ目的としてあるはずだなと思っていて、なんでまあなんか何ていうんですかね、例えば僕経理だったんですけど、まあ経理って別に何かその会社のなんか契約を新しく営業として取ってくるみたいなところって別に期待はされてないと。で一方でその経理の方って まあ、ある種なんですかね、いろんな情報にアクセスできるんですよね、まあ、大体 その会社のいろんな取引って最後は会計数字に現れたりするんで、まあ、ほぼいろんな会社の情報がまず経理の方ってアクセスできますと。でかつその、まあ、ある意味なんていうんですかね、そのフラットに客観的に会社を見れるみたいな、数字で見れますもんね。なんか営業の方みたいに何か数字の責任を負ってるわけじゃないんで、うん、ある種あの会社を客観視できるんで、その会社の例えばまあ、特定の事業ないし部署の生産性とか、なんかその会社の今の状況とか将来こうなるんじゃないかみたいなところをある程度その客観性を持ってみんなになんか出すことができるんですよね。可視化することができますと。でそれができるとその、まあ、もちろん経営者とかマネジメントもそうですけど、他の部署の人たちの行動とか意思決定を変えることができて、なるほど、っていうのはなんか結局自分たちで営業で契約を取ってくるわけじゃないんですけど、営業の方の行動を変えて間接的に会社には貢献できるよねと。なんで、まあ、そういう意味で別になんかバックオフィスがっていう話ではもちろんないんですけど、まあ基本的にバックオフィスも当然会社の成長を加速する、まあ、1億になってるよねっていう、そういう話かなと。がじゃなくてもだよってことですね。あ、そうですね、はい、簡単に言うと、バックオフィスも一緒にならなきゃダメだよと。そうですね。あ、でもこれちょっと分かるかもしれないですね。人間ってやっぱ顔が見えちゃうと、あの人には文句言えるけどあの人には文句言えないってあるじゃないですか。でも数字出るんですもんね、デスノートみたいな、あと何日みたいなもんでだからあの部署はいくら儲かっててコスパ良くてあそこダメでっていうのが、そうフラットに見ればどう最近どこ調子いいって経理に行けばいいんですね。そうなんですよ。大体、なるほどね、どの会社も見たくない数字ってあるんですよ、はいはいはい、要はなんかそういう臭いものみたいなのに大体蓋をされがちなんですけど、はいはい、それを臭いものを出すっていうのが、まあ、まずなんか経理ができる一つの仕事かな。なるほど。っていうことはもうまさにもう間違いないよというわけで、はいね、角田さん、加速する、はい、もう間違いなく加速するよと、うん、どのように加速していくか、はい、そうです、まあ、会社って、さっきのフロント部門ですね、はい、プロダクトの開発だったりセールス
っていうフロント部門があって、ここはトップラインを作っていくわけですよね、うん、売上を作っていくんですけど、彼らがトップラインに集中するためにはやっぱり守りの機能っていうのも必要で、うんうん、バックオフィスというのが適切か、コーポレートというのが適切かってありますが、ここで牽制機能がきちんとあるからこそ彼らはどうやったら前に進むかだけを考えることができる検査機能、うん、っていうのがありますね。なんで例えばこれバックオフィスがないままに、こうフロント部門が全加速すると多分衝突してなんかそのまま事故っちゃうみたいなことが起こるんですよ ね、 ね、でも燃えちゃいますね。じゃあバックオフィスがないから衝突しないようにフロント部門が自分たちでブレーキをかけるとどうなるかっていうと、これは鈍るわけですね。成長は鈍化します。なんできちんと牽制機能があって、それこそ経理がちゃんと数字見てくれてると、内部統制やってくれてる、でホームが契約書をちゃんとチェックしてくれるから踏めるっていうところのバランスがうまくいってると、全体としては成長を再加速できるっていうふうに思いますね。確かに適度にブレーキを本当は踏まないと、なんかブレーキって悪い言葉のように感じるけど、ブレーキって安全ですからね、安全、ぶつかんないようにするわけですからね、ぶつかったらもう加速もクソもないですもんね。そうですね、そういう意味では。ただ同じ人がアクセル踏みながらブレーキ踏むっていう矛盾なので、うん、これはパフォーマンス出なくなるんですね。でアクセル踏む人はアクセルを思いっきり踏むと、でブレーキをかける人はちゃんとそれをやることによって全体としてパフォーマンスが上がるっていうものかなと思います、ね、なるほど。本当バランスだと思って、はい、私もフロントしか経験してないです。営業とかマーケティングとか一回も行ってないの、そのやったことないです、バックオフィスの。だからぽいね、ちょっとやりたかったなっていうのもあって、で今ちょっと取締役になった時に、本当経理の方とかにも教えて教えてって教えてもらってる、とやっぱバランスが必要だなと本当おっしゃる通りで、いやそうですね、うん、数字にしか見えない。僕だからうちの、まあ、だからうちの妻とかがうちの中のちょっとやつを今経理始めて会計した話をしてるんですけど、やっぱうちの妻にこの仕事どう思うっていくと、単純にギャラで切ってくるわけですよ。もうギャラ的にはいらないんじゃないこれって。でもそれで切ってったら意外と仕事の質が良くなり、より正直ずっと上がってるんですよね、その流行りとかスタイルとか関係なく。あ、だから僕今すごい実感してる。でもそれはたかだか数年なんですね、結婚して、うんうんうん、それまではもう給料明細見たことない、もういい関係ない関係ないっつって、うん、広い部屋に住めって言ったらまあ売れないんですよね、なかなかね。ある意味ではそれが正解だと思うんですよ。でこれがもう一番分かりやすい、先ほど言った守備部分でも、守備よりもディフェンス、ディフェンダー、はい、チームの勝利にディフェンス、ディフェンダーは必要かと。なんかこう企業成長を加速させるのはバックオフィスかって聞かれるときに、じゃあチームの勝利にディフェンダーは必要ですかって聞かれて、ノーっていうやついますかなんですよね。逆質問ですよと、はいはい、絶対にいりますよねと、うん、なのでこれからワールドカップ始まりますけど、はい、ディフェンダーゼロのチームで優勝なんか絶対できない、うん、っていうので、まあ、まずこの問いに関してはまず一つその答えを出したいっていうのがあるんですけど、うんうんうん、このディフェンダーって例えたことが重要で、先ほどこう野球の話されたじゃないですか。で例えばバスケットってディフェンダーとフォワードって攻めと守りって分かれてないですよね。そうですね、守るときは5人で守って、うんうん、攻めるときは5人で攻めるわけじゃないですか、はい、でサッカーもその現代サッカーってそれにどんどん近づいてるわけですよね、うんうんうん、誰がディフェンダーがシュート打っちゃいけないってなったんですかって話なんですよ、うんうんうん、だから先ほどその経理担当は契約を結ぶ立場ではないけれどもって話だったんですけど、僕もともと実はバック側出身なんですよね。あ、そうなんですか。誰よりも点決めてやろうと思って生きてるんですよ。なんでかっていうと、チームの勝利に命かけて。そういうキーパーいますよね。いますよ。すぐ前に行くキーパーね。オリバーガンみたいなやつ。わー、マイク。でも現代のサッカーで サイドバックが一番重要って言われてるぐらい、そうですね、そのチームを勝たせるためにコミットしてたらシュートだって打つさって話だし、逆に言えば実はフォワードもディフェンスしなくちゃいけないわけ。ああ、そうですね。のがもう今の現代だとすると、なんかこうディフェンスとフォワードに概念が分かれている時点で多分勝利に対して一歩進めてないんだと思うんですよね。あ、なるほど。大昔ってフォーメーションって 4-2-4 とかだったんですよ、もうディフェンダーとフォワードみたいなに過去のサッカーは分かれてたんですけど、もう現代サッカーはそうじゃないじゃないですか。なのでバックオフィスというか、もうそれはもうどん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 融和しているんですよね。うち一番分かりやすい例で言うと、管理部門とかよく言われる部門、いわゆるバックオフィスって言われる部門の役員のボーナスの目標設定は売上なんですよ。うん、管理部門が売上で変わってくるんですか。はい、売上達成しなかったらボーナス出ないんです。管理で売上を、そうです。
ほう。じゃあ例えばですよ、サッカーでいうと、じゃあ人事部門は名刺連れてきたら点入るじゃないですか、はいはいはい、じゃあ人事部門は売上が、はい、で点数が売上だとすると名刺連れてくればいいわけですよ。別に自分がシュート決めなくたって、はあ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 、ですし、その試合ってだいたいディフェンダーって0点に抑えることが仕事だと思われるんですよね、うんうん、でも自分が攻めていって10対9で勝ってもいいわけですよね。確かに1対0ですもんね。それ1対、はい、そう、実質1点でも多ければ勝ちなわけですか、はい、なので決してそのバックオフィスって失点をゼロにすることが仕事ではなくて、チームを勝利に導くことが仕事のなので、なるほど、なので攻めたっていいし、攻めにその活躍できるものを持ち込んだっていいし、あらゆる面でその考えを持っていれば、これまで の, そのディフェンスとかバックオフィスって概念自体をもっとそのアップデートできると思うんですよね。ツイッターでもね、バックオフィスという言葉自体で間違ってけしからんと、雰囲気がね、雰囲気がなんかちょっとバックっていう、暗いんですよ、バックバンドみたい な, そのなんか感じの脇役感が、うん、今どうなんですか。僕ごめんなさい、いろんな会社でも全部違うと思うんですけど、一概に言えない、管理とか総務がじゃあそれフロントと言われる営業とかに一緒のチームになって取りに行くとか、そういうことはあるんですか、それとも助言できるとかそういうのはあるんですか。管理部からの意見で、会議で管理部の意見と聞かれるんですか。あ、でもうちも実は管理部門の役員とかの業績の中 の, こうの能力の部分と、成果の部分があるんですけど、成果の中には必ずうちも会社の業績達成は入ってるんですよ。うん、まあ、当たり前ですけど、それに資すらない、仕事って意思決定としてやっぱ間違ってるよね、役員だしっていうのもあるんですけどはあるし、まあ、特に今僕は干渉部門としては営業とかマーケティングとか割と攻める側、まあ、攻める側って言い方変だけど、まあ、センターフォワードみたいな仕事をしてねって言われてるわけですよね。なんですけど、この範囲ではこのフォーメーションって、さっきのサッカーの話に例えると、こういうフォーメーションで相手がボール持ってるとか自分がボール持っててこうしてるときはもうガンガン攻めていいよと、うんうん、でもこうなったらあなたも守ってねっていうルールがしっかり決まってた方が僕らはもう何の迷いもなく判断してガンガン攻めれるんですよね。あ、でも逆になんかこの、じゃあ例えばディフェンダーと呼ばれる人がどう動いてほしいか全く分かんない中で、決まってない中でフォワードも動くのってめちゃくちゃ多分不安なんですよ。うん、なのでやたら点取りに行かなきゃみたいになって、やたら無謀な動きをするみたいな可能性も全然あるんで、うん、そういう意味だとなんかあんまり境目はないかなって気もしますし、 うち執行役員7人6人ぐらいいるんですけど4人管理部門なんですよ。へ、だから役員の数全然管理部門の方が多くって、現場というかお客さんに対するところとかフロント部門とかってほとんどいないっていう状況なので、それぐらい結構大事というか、それがあることで会社が加速しやすくなるのがあるから、そこに手をつけずにというか、そこにこうそこを後回しにするっていうのはもう全然リスクだらけってことですね。もうだからそこをやることによって効果があると思ってそうしてるわけですもんね。ってのもあるし、まあ、僕らの会社的に、まあ、役員として会社を伸ばす成長させるっていうのを資する人を役員にしてったらそうなったってだけなんですよね。あ、なるほど、結果的に。あ、うん、その最適配置とどこにこういう人を置いとくべきだ、同じことですよね。だからそこダブルでできない、うん、両方できない人は基本的には出世できないよって感じの、うん、その上に行けないよっていうか、うん、そういう人が会社には一番必要なんだよっていう、どんどんエースを配置しますね。あー、エースを配置します。はい、そっか、はい、やっぱなんかやっぱちょっと僕らと違う世界っていうイメージって思うんだけど、うちの ABEX でかいんですけども、やっぱりうちのマネジメントだったり制作の方もやっぱりいわゆるバックオフィスと言われる、さっきとホームなんですかね、僕ら契約部って言ってた、うん、そのホームとかその総務とかってすごい話しづらそうにするんですよ。力持ってるんですよね、うん、でなんかそこは力持ってるんですよね、うん、だそこはいいって言わないものはダメって、つまり決定権あったりするんですよねそこに、うんうん、それが実は成功した場合にはそっちの成果ですもんね、うん、うちとしては出せませんとか、その経費は無理ですとかいう、うん、この人はまだ新作出せませんみたいな。でも契約1個で多分 ABEX さんとかだったら億単位とか全然変わっちゃうと思うんですよね。下手したら億とか数十億の利益がどうなるかとか変わるぐらい、なんか変な契約結ばされてるとか絶対あると思うんですよ。ホーム一発ですね。確かにそうだから、すごい多分握ってるのあると思ってて。そうですね。そのホームを大体ゼロ失点しないように考えてること多いと思うんですよ。あ、じゃなくて3対2でも勝てる
方に選べるかどうかってすごい重要だと思います。それ今できてる気しねえなそれがチームを勝利に導く意識か、僕もそう思います、自分の部門を0点に抑える意識かの違いだと思っていて、でもやった瞬間潰れるような意識は絶対ダメなんですよ。これは絶対失点というレベルじゃないんで、もうそれはレッドカードなのでダメなんですけど、リスクってテイクするためにあるわけじゃないですか、はい、なので2点失点するかもしれないけど3点取れるよねっていうところを一緒に話せるかどうかってすごい大切だと思うんですよ、ね、うん、もう言ってあげてください、本当に。なかなかね、これ今契約の話出たんですけど、まあ、リーガル面で そのリスクの具体例とかってあったりするんですか、うんうん、いや本当に多岐にわたります。今みたいな契約のリスクをどうマネジメントするかみたいな、そうですよね、うん、でただ あまりこう細かいところにこだわりすぎて、それをおっしゃる通りホーム部が自分を守るために過度に保守的になってしまうとビジネス前に進まなくなっちゃうので、うん、リスクをちゃんとテイクして良いよというジャッジをして、その責任をちゃんとコーポレートの部門の方へ取っていくっていうのは一つ多分重要ですね。そこら辺って AI とかとこういう噂はどうなんですかね。AI はですね、そこまでそこまでできないですよね。でもこのじゃ意思決定をしてリスクをテイクするのはそれは人がやることですよね。そうじゃないところを自動化していくっていうことが大事な、その前段階となる作業の部分、例えば取引先から提示された契約書をチェックして、はいはい、どこにそれこそ将来的にここが揉めたら何億みたいな損害賠償になりうるみたいな、うん、契約内容になってるかもしれないんで、ここを発見するのはホーム部の仕事ですね、うん、でここを発見するのに AI を使うと、でじゃあ発見した後交渉して取引先がどういう条件を引き出してどこで落とすのか、でその時にどこまでリスクが許容するのかという意思決定をして、それをテイクしていくのはこれはまあ、プラスアルファね、 AI もやるし人間もチェックするんですもん ね、 そうですね。だからある意味では AI で、はい、もう一回 AI でチェックしてみようみたいな感じっていうふうに取れてもいいってことですよね、簡単に言うと、まあ、AI を使ってチェックするで、うん、それで最後決めることと決めた責任は人が取るということだと思いますね。やっぱあくまでも AI を使う立場でいけない、ね、そうですね、 AI を使うという、そうですね。すみません、柳さんにもお聞きしたいんですけど、はい、バックオフィスをおろそかにして例えば失敗した例とかってあります、はい、そうですね、うん、失敗した例で言うと、なんか前いた会社でなんかいわゆる 人事の方がもともと2人いましたと。で、その2人が、同じぐらいのタイミングで退職された時がありまして、でなんかその時にその人事の方って、当然いろんな仕事をやられてると思うんですけど、そのうちの、採用に関しては新卒採用と中途採用みたいな感じで分かれてて、はい、で新卒採用は一旦私の方でやりつつ、中途採用はなんか部署ごとに、取りましょうみたいな話になったんですけど、うん、そうすると短期的にはなんか欲しい人を採用するみたいなところでは、一旦その人事機能のうちの採用みたいなところは一旦は大丈夫なんですけど、うんうんうん、一方でその横軸 の、 そのコミュニケーションというか組織横断的な動きってやっぱりどうしてもおろそかになりがちだったり、やっぱなんかその専門 の、 なんか人たち部署がしっかり責任を持ってなんかやるべきことをどうしてもなんか片手間でなんかやろうとすると、うん、それができなかったりするんで、それによってちょっとなんか、なんていうんですかね、カルチャーがちょっと薄くなったりとか文化があんまりなんか、ね、根付かなかったりとか、そういったことがちょっと中長期ではいろいろとボロが出てくるっていうのはありましたね。はい、人事がやった方が横はこう、そうですね、やっぱりなんか横でなんかしっかり会社のカルチャーとか文化を大事に、それをなんか作っていく動きみたいなのを意識してやらないと、なんか組織としてちょっとセクショナリズムというか、この部署はこうだよねみたいな感じにやっぱなりがちで、自分の部署はなんか必要な人取れるからもういいですみたい な、 なんか全体感 の、 なんかその会社としての一体感みたいなやつがやっぱちょっと薄くなっちゃうよねみたいな話はあったかなと。確かになんか総務とかその人事が元気じゃないと会社も元気にならない気がしてて、そうなんですよね。なんかそこでなんかやっぱりそのミッションを持ってなんかそのなんていうんですかね、その仕事に、なんか魂を込めてその組織をどうするかっていうのを考える人がいないと、やっぱりなんか会社としてやっぱそういうところってちょっと薄くなっちゃうなとは思いますね。面白い、カルチャーの話も出て面白い。いやこれはもう実務、もう実際にやられている方の意見で、きっとこの番組見てる人ってもう気持ち俺4番で前へフロント行ってグイグイって人が多いと思うんですよ、うん、今日来てる方もきっとそういう人がもう結構ばっかりで、きっとこれやって気づくことだと思うんですけど、でもなかなかこれ見てる人たちは重要性に気づかないと思うんですけど、なんか何でしょう、うまみとかないんですか、このバックにいることによって、何言ったかというと、重要であるって知った方が強くなるわけですよ、うん、でも重要であるって気づくまで時間かかるって俺無駄だなと思ってて、
だからあらかじめ僕らで言うところの挨拶ちゃんとした方がいいよとか、はいはいはい、洋服ちゃんとした方がいいよっていうのを5年目ぐらいに知るんですね。それをもっと1年目で知った方がいいと思うんですよね。だからなんかバックってこれだけ重要だっていうのって誰か言えないですかね。あのかっこいいぞっていうなんか一個話したことないのかなと思って。あでも僕個人で行くと、はい、個人のキャリアで行くと今バックオフィス例えば経理なら経理、財務なら財務法務なら法務極めるのって個人として多分食いっぱぐれることないと思うんですよ ね。ここが強いに越したことない会社って全部の会社に絶対ある機能で、うん、絶対に強い方がいいわけじゃないですか。でかつさっき長谷さんおっしゃってたみたいに、うん、3対2で勝ちに行くっていう判断をするできまでできますみたいな人って、うんすごい貴重だと思うんですよ。っていう人とかって言ったら多分みんな欲しいよねっていう感じだと思うんで、経営者もそういう人いたらもうすぐ欲しいなって感じで、うんうん、はあ、なるほど、これ強みですね。それはあると思うんですよ。で僕は個人の仕事としては僕はどっちかっていうとずっと営業とかフロント側が多いんで、昔はなんか契約書チェックとかホームにお願いして帰ってこなくてあんな遅えよみたいなずっと思ってたんですけど、今思うとその人たちの可能性を自分が引き出せるかどうかがフロントの時めちゃくちゃ面白みだなと思ってて、テキストで聞いたらノーですしか言えないんですよ。それはそうですよね。だってこの契約ここどういうリスクこう取りたいんですけどどうですかって言われて、いや法務的には厳しいですって言われる、それは公式見解ってそうじゃないですか。でも会いに行ったりなんかテキストに残らないところではでもここはこういう考え方をってこうなんでここは事業部の判断で実はリスク取れますって教えてくれたりするんですよ。攻め方も教えてくれたりとかするんで、かっこいいですね。そうかっこよくないですか。かっこいいですね。でそういうのを知ってから、あこの人たちが3対2で勝っていいって意思決定をするの持ってるのを引き出せてなかったのは自分たちなんだなっていうのを思うんで、それをするだけでフロントの人がそれができるとフロントとしてめちゃくちゃバリュー上がるんですよ。なるほど、はい、っていうのができるっていうね、ポジティブな、ね、意見が出て面白い。はい、ありがとうございます。前半戦はこちらで終了なんですが、はい、続いてはアップデートボックスのコーナーです。ここからはアップデートボックスのコーナーです。このコーナーでは新製品やおすすめのサービスを紹介します。今回は角田望さんにリーガルフォースのサービスをご紹介していただきたいと思います。角田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですが本日ご紹介していただくのはどのようなサービスなんでしょうか。はい、 AI 契約管理システムであるリーガルフォースキャビネというサービスをご紹介させてください。はい、 AI 契約管理システムというのはどういったサービスなんでしょうか。はい、契約を締結した後意外と大変な業務が待っていまして、それを一覧化して手作業で台帳化したりとか、あるいは一件一件の契約の期限を管理したりとか、そういったさまざまな業務があるんですが、これを AI で自動化していく、そういうシステムサービスになっています。確かに管理台帳の記入や保管といった事務作業は意外とコストがかかりますよね。そうなんです。100件1000件とこう増えていく契約を手作業で管理する、これは意外と単純な割に大変、そういう作業になってますね。こちらが、はいはいはい、こちらがシステムでできることをまとめたものですね。で、リーガルフォースキャビネを導入いただくとお客様は締結した後の契約書をこれを PDF 化していただいてアップロードをしていただくだけでリーガルフォースキャビネが自動で全文をテキストとかをデータ化させていただいて AI 解析し、その契約書の当事者とか期限とかそういった情報を自動で抽出してデータベース化します。これによってお客様はですね、いつでも全文テキストデータ化されているので検索できたりとか、あるいはデータベース化されているので一覧をワンクリックでダウンロードいただけたりとか、そういったさまざまな機能をご活用いただけるようになっています。はい、このアップロードするだけで契約管理台帳が作成されるというのはとても便利ですね。そうですね、これまではお客様は契約書一件一件、Excel に手入力で台帳化するみたいなことをやられてたんですが、リーガルフォースキャビネをご導入いただくとアップロードするだけでそういった作業が全部なくなります。あとサポートもされているということなんですが、具体的にどのようにサポートされているんでしょうか。はい、ですね、いろいろあるんですが一番強調したいのはこちらのリマインド機能ですね。これは何かというと、契約の期限って契約管理の期限の管理っていうのは契約の管理の中にすごく重要なんですね。期限の管理、更新のタイミングの管理、でもこれ何が大変
てたくさんある契約書の管理いちいち覚えてられない。リーガルホースキャビに入れていただくと、更新のタイミングで自動的に通知が来て、それによって管理をするという体制を作っていただくことができます。手間や人的ミスだけではなくて、よくあるリスクマネジメントの悩みも解決できそうですね。そうですね、うん、特にこの期限の管理を怠ってしまうと、うん、場合によっては無駄な契約が更新されてしまって無駄な出費につながるリスク、あれば大事な契約がこう期限切れてしまって終わってしまうリスク、いろいろなリスクがあるんですが、そういったリスクを管理できるようになっています。他にもさまざまな機能が搭載されているということなんですけれども、はい、はい、そうですね、リーガルホースキャビネはこの締結した後の契約管理に必要な機能というのを、たくさん必要な機能をどんどん盛り込んでいるという形で開発させていただいているんですが、いろんな企業様で喜ばれているのはこの英語の契約書の対応できていたりとか、あるいは契約書をグループごとに管理できたりとか、あるいはそうですね、契約書のテキストデータをダウンロードできたりとか、あるいは電子契約サービスと連携できたりとか、契約管理に必要な機能をたくさん搭載させていただいてます。はい、皆さんぜひサイトをチェックしてみてください。はい、園田さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは議論後半戦もお楽しみください。お話聞いてましたけども、改めてこうやって見ると本当契約1個で会社がね、もう候補者あって、うん、もうで実際にこう動いてこうお金がこう、ね、入ってきているということが、やっぱり僕ら芸能界って本当つい最近までね、あの吉本事件とかありましたけど、僕ら基本20年間契約書なかったんですよ、うん、で ABEX 来て初めて僕契約書書いて、一曲作るたんびに契約書って、それまでは一回も書いたことなかったんです、契約書なんて。だからもうギャラとかも来たものが正解だったんですけど、もうそんなだから、僕ら古いんですよ、やっぱ古いんです。だから本当こういうの話を聞いてると、まさにもう本当 ABEX やっぱ音楽会社なんでね、あれですけど、だから芸能事務所全部やってほしいですね。嫌がるでしょうね、嫌がると思いますよ全事務所が断ると思いますけども、でもさっき言った臭いものなんですよ、これはまさに。でもそこをちょっと臭かったら、自動化して、あなた少し楽したその分違う方に回しましょうよっていう、うん、すごく僕だから、僕からすると新しくて、なんか斬新で面白いなという。何年前でできたか会社は。会社はですね、創業2017年ですね。あ、もうちょっと5年。ご覧いただいたリーガルホースキャビネというサービスは去年の1月です。去年からできた、はい、じゃ本当に新しい事業ってことなんですね。そうですね、これがだからまたこういうのがまたいろいろ敵もまた増えてきますよ、あんまり言うと中身あんまり言わない方がいいかもしれません。平和にやってきてはい、ありがとうございます、はい、それではですね、また議論に戻っていきます。前半では企業成長を加速させるのはバックオフィス化について議論してきたんですけれども、後半ではフロントとバックオフィスの最適なバランスとはということで、皆さん再びお手元のボードを上げください。どうぞ、はい、おー、これは難しい面白い面白いのが来ました。はい、永田さん、10対10 うん、はい、そして石倉さんがもっと出しゃばろう、はい、そして柳さんがない、全員〇〇、うんうん、角田さんが会社とフェーズによって変わる。確かにね、前半の議論にしてるとやっぱりね、バランスっていうってことは分断してますから、そうじゃないんだよってところになってるんですが、一応あえてこうね、ここから見た人もいるかもしれません、バランス、もうこれはもう一発目、もう永田さんの1対1でもない、5対5でもない、10対10なんですね。はい、10対10です。ですね、これなんで10対10って言ってるか非常にポイントがあって、もともとさっきその、バックオフィスってあえて使うとですね、一つ大きな役割があるんですよ。フロントの人たち、なんなら売り上げ上げるとか、こんな世界作り上げるとかっていうことのを何でも叶えてあげる仕事なんですね。あ、なるほど。例えば逆なんですね、お金が足りないとか言わせないってバックの仕事なんですよ。はあ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 。で、多分なんですけど、最適なバランスって言ってる理由って、もうそのお金が100万円しかありませんと、それをいくらずつにしますかって話かもしれないですけど、こっちが10だとそれを1000万円にしてくれるわけですよ、なので別に100を分け合うんじゃなくて、それを生み出す力自体もバックオフィスにもあるわけですね。なのでもう常に両輪に回り続けているので、いかにどちらにも最高の状態を作り続けるかっていうことを考えないと。そうか、フロントの方もバックにより最高の状態を上げ、バックもフロントに最高の状態を上げ、そう、だから 5-5 じゃなくて 10-10 なんですね。そう、
だからもう最高のキャッチャーいないと170キロの球受け取れないんですよね。そうですね。結構高校野球あるんですよ、キャッチャーがね、はい、受け止められなくてすごいピッチャーをその支えられないってこともあるんですけど、もう常にどっちも進化し続けないと、もう漫才コンビもそうですからね。いやもうツッコミとね、ボケが両方、ボケとツッコミが両方ちゃんと才能がないと大体解散するんですよ。なるほどね。なので人数とかコストはいろいろあるかもしれないですけど、その重要性とかそこに意識をどれだけ同じだけ11でもなく10で向けられるかっていうのは最高の勝利のためには絶対必要だと思います。なるほど。はあ。はい。さあ、そのそれに対して矢野さんのないないとおっしゃってます。言ってんじゃんと、全員だって。はい、ないというか、まあ、ちょっと正直、まあ、いろんな、なんか、なんですかね、状況にもよってやっぱ変わりうるし、うんうん、まあ、なんかバランスっていうとなんかやっぱり、まあ、そういうバランスみたいなものはまあそもそもない、もしくは分かんないっていうのが答えかなと思ってて、はい、でまあ、全員〇〇っていうのはなんていうんですかね、今レイヤー X っていう会社のすごい大事にしてる価値観の一つで、全員〇〇っていうものが、まあ、そもそもあるんですけど、これがなんかその全員営業とか全員採用全員コーポレートみたいな、まあ、とにかくやっぱり会社 の, その企業の活動をやっぱなんか円滑に進めるには、なんかどっかのタイミングで全員その例えば経費精算 何日までに上げなきゃいけないみたいなところを期限過ぎる人がいるとやっぱなんか滞っちゃうんですよね。うん、なんでまあなんかその本当になんか瞬間瞬間でやっぱりみんなコミットしなきゃいけないものってやっぱあるよねと。でそれこ そ, なんかそのバックオフィスって言われてるような人たちも会社のためにどう貢献するかをやっぱ営業として考えるタイミングもありますし、なんか採用には常にやっぱり考えてたりとか、それこそ全員広報もやるよねみたいな、やっぱなんかその全員がなんかその何をやるかっていうところを、まあ、なんか臨機応変に変えつつ柔軟に動くっていうのがやっぱ組織として強いのかなと思うんで、やっぱなんかリソースって、まあ、なんかそのリソース最大化できたらまあもちろんいい一方で、やっぱどうしても限られてる時に、まあ、意識はやっぱりなんか向けられるよねと。なので意識的にやっぱ全員柔軟性を持ってなんか全員丸々みたいなところを掲げて動けると強いよねというふうに思ってます。強いですね、はい、これは本当にね、まあ、ちょっと言うとなんか、ね、いいサラリーマンはサラリーマン根性を捨てることがみたいなところで、なんかそういう自分の部署とか役割に固執しちゃう人っているじゃないですか。そうですね、なんかその固執してる人、確かにどうも魅力的じゃないなと思うのは、はい、やっぱりある意味ちょっとスーパーマンですよね。そうですね、場所によって、はい、場合によって自分が変えれるわけですから。そうなんですけど、まあ、なんかこれをやるためになんか大事なのってやっぱりなんか 棚上げするというか、やっぱなんか自分が別に 100% じゃなくてもいい、なんか それはそれでなんかやんなきゃいけないのはそうなんですけど、まあ、ある瞬間的にはなんか今これできてなかったとしてもこれ大事なタイミングあると思うんで、まあ、それをなんか棚に上げて、まあ、ちゃんとそっちに向くっていう、そういうタイミングを意識しながら動くっていうのは大事かな。なるほど。同じ方向を向くってことですかね。そうですね、はい、重要ですよね。はい、続いて角田さん、会社とフェーズによって変わると、うん、はい、はい、ですね、すいません、すごい、なんだろう、当たり前のことを書いちゃったんですけど、皆さんすごい面白いことを書かれてるちょっと後悔してるんですけど、はい、慣れてる人もいますからいやちょっとひねり足りなかったなっていうのが一番の反省です。反省から入るよ、はい、はい、ですね、まあそうですね、でもこれ実際にもう感じたことですよね。僕は会社ってもうリーガルフォースが初めてなんですね。で、もともと弁護士だったんで、あ、割とバックオフィスというかコーポレートなんですよ、バックグラウンドはね。で、いろんな会社のそういう契約に伴う紛争とか、あるいはガバナンスとかガバナンスとかいろいろ見てきたんですけど、でベンチャーから大企業まで見ていて、でリーガルフォースをやっていく中で、まあ、その会社のフェーズ置かれている状況、ビジネスモデルによって当然どこにリソースを置くべきかっていうのは大きく変わるなと思います。例えば金融系のビジネスだったらコーポレートの機能、コンプライアンスの機能ってめちゃくちゃ重要になるので、当然かなり、でもそこがないとビジネス成り立たないわけですよね。で、あるいは初期のスタートアップで結構グレーな領域を攻めますと、新規事業やっていきますだと法解釈の問題必ず出るんで、早いタイミングからリーガル入れとかないと事業を作れないとかあります。他方で、何でしょうね、結構もうビジネスモデル自体は適法であるということがクリアで、どちらかというとスケールでセールスに張らないと伸びないとか
ろいろあるんで、これはもうビジネスモデルとフェーズによって変わるだろうと思いますね。IPO 準備に入っていくと厚くしていかないといけないとか、そこはでもまあある意味、今のところ会話の中身は同じ感じで、つまり臨機応変じゃないですか、これに関しては。だから常にそのいろんなところでバランスがこう変わるけど もう日々変わってるっていう意味では、もう全員であるし従事であるしって感じもしないでもないなと僕はこう聞いてて。そうですね。ただ一つ思うのは、いやトップがこの、まあ、コーポレートバックオフィスの重要性を理解してるっていうのはめちゃくちゃ重要だろうなと。あ、重要ですね。本当にそう思う。それがないと、ああそれ思うな。さっきの全員で例えばコーポレートとか絶対できないですし、さっきの従事っていうのも多分できない。結構それ肝かもしれないですね。だからすぐ経理の悪口言うやつがいるんですよね。もう顔いいもん浮かんでるんですけどね。大体そういうやつって不正やってるんですよね。バレたくないからね。大体不正やってるんですよ。紐付けを超嫌がるやつがいるんですけどね。はい、なるほどね。はい、でもそういう意味ではもういいと。もっと出しゃばっていこうよと。そうバランスとかどうこうではなく。いやなんか今の話でも、トップがコーポレートを理解しているのは重要であるみたいな、まあ、正論じゃないですか。でもなんかその言葉には営業とかマーケティングとかフロント部門は重要なのはみんな分かっていて、バックオフィスも重要だということも理解してほしいみたいな、ちょっともうバックオフィスがやや引いた感じのニュアンスあるじゃないですか。はいはいはい。なんだけど、まあ、さっき永津さんが言ってたみたいに、なんかこうじゃあ営業で攻めます、マーケティングで拡大しましたって時に怒らなかったらできないんですよ。でそれって、じゃあ CFO がきちんとなんか資金調達してきて会社が攻めれる状態になりますみたいな話もそうだし、なんか契約はちゃんと守ってくれてますとか、なんか従業員の雇用とか、安心して働ける環境はもう用意されてますっていう状態があるからできるんですよね。って考えた時に僕はこの、 コーポレートで働いてる人たちの目線で考えると、みんなすごいことやってるからもっと自分たちを出しゃばって自分たちもっとアピールした方がいいよって思ってるっていう。すごい会社の中で僕らなめられるなってすごい言ってるんですよ。ちょっと言葉悪いんですけど、うち全員リモートでやっぱ女性多いんですよね。8割5分ぐらい女性 でかつバックオフィス系の業務やってて、さっきみたいにお客さんからすると大事とは思うもののカッコつきの大事であると、なんかまあでも自分でやるほどの投資するほどのことではないみたいな感覚で仕事を依頼いただくっていう背景がちょっとあるんで、ちょっとお客さんが取引先なんですけど上から来る方とかもやっぱ多いんですよ。やっといてって感じの、そう、でもうちはお客さんでもこれやっといてよ経理なんでしょみたいな感じのちょっといらっしゃるんですよね、っていうのを考えた時に、 でもそれがあるから会社成り立ってますよねっていう、すごい仕事をやってるんだから自分たちは選ばれてここにいるっていう自信を持てってずっと言い続けてるんですよ。こびるなって大事ですね。そうなんでもっと出しゃばれっていう、もうコーポレートの方に向けた僕はメッセージです。バランス、何の問いにも答えてないです。いやでも、はい、ちょっと前に石原さとみさんの高越ガールってあのドラマがありまして、編集部の高越部がメインとなったドラマで超面白かったんですけど、なんかそういうドラマができると、なんか昔は経理とか庶務にみたいに、なんかね、でもちょっとこう端っこにあるみたいなところがあったじゃないですか、でもあれちょっと総務に入った人は私ちょっと庶務に SE 巻き子みたいなね、元気かな泉さんね、なんかね、そのそういうなんかああいうのが多少またあっても変わるんでしょうね。いやそうなんですよね。僕前職で DNA という会社にいた時に人事に移動した時があったんですけど、役員がいるフロアはバックオフィスと呼ばれる管理部の人たちが役員の一番近くの席にいるんですよ。フロアで行くと、まあ、それぐらい多分そこと痛快にやんないと会社守らないっていう感じで、逆にゲーム作ってる部門とかはなんか好きなところで作ってないみたいなぐらいの感じだったりするんですよね。そうだからやっぱりそれがね、そういう仕事やってるからもっと誇りに持った方がいいよっていうのはすごい言いたいな。国だと一番偉いのは金の管理なんですけどね、財務省、ね、いやもう一番偉いじゃないですか、確かに官僚の人もみんな財務省は違いますよって、あそこはちょっとランクがとかみんな言うんですよね。官僚の人もね、はい、ニュースピックスから質問が来ているそうなんですが、はい、出ますでしょうか。はい、営業現場、が大きい大なりで、バックオフィスという無意識の階級意識がある組織を改善する効果的方法はありますか。経営者手腕次第でしょうか。こちら永田さん、永田さんをぶっこみましょう。永田さん、こんな会社どうしますか。はい、
階級意識がやっぱあるっていう、うん、あの営業、まあ、フロントとか上っていうことですかね、これは階級意識、まあでも、うん、あのさっきそれこそあのうちの会社は、まあ、バックオフィスに売上げの責任があるっていう話で言うと逆もしっかりだと思うんですよね、うん、営業これつまり、まあ、またサッカーと例えますけど現代サッカーってフォワードからディフェンスしなくちゃいけないわけですね、うんうん、なので営業現場がいかにそのディフェンスを考えるかってことの、まあ、行き来だと思うんですよ、うん、なので目標設定の中に、まあ、それを明確にいるってこともあると思いますし、ああ、はあ、うちの会社は多分直近4年間でいうと MVP 取ってのほとんどバックからですね、へほとんどバックからですね、だからそれはメッセージとして伝え続けるってことは、まあ、あると思っていますと、はあ、であと、これその営業現場というかフロントがチャレンジングなことをやろうとすればするほどそのありがたみに気づき始めるんですよ。あ、なるほどね、さっき言ったようにキャッチャーが受け止めてくれないんで、そっか、なので例えば売上10倍に1年でするって思ってたら実は後ろ側が10倍になってないともう引きずられちゃうんですよね、うん、なるほど、うん、これをね体験するってすごい重要で、うんうん、あ面白い、ちゃんと成長してる企業だったら必然的にバックオフィスの重要性上がっていくんですよ、うん、だけどこれがあんまり成長してない会社だと気づかなくなりがちなんです。なるほど、いやそれすごい分かりますね、うん、やっぱ球速いピッチャーがキャッチャー褒めますよね。いや そうなんですよ、俺の球受けれるのあいつしかいないからあいつすごいってやっぱり、うん、でその人がいるから本気で投げれるんだっていう、だから大した球投げてない人が文句言うんでしょうね。いやそうそれもキャッチャーだから誰でもいいだろうって壁でいいだろうって言って、うん、お前の球だからなってことですね。個人事業やってるものから売り上げ100億社員100倍にしようと思った瞬間に全然求めるのかかるじゃないですか。どれだけ大切かって体感すると思うんですよね、うんうん、だから意識が成長に本気でフロントが向いてるなら必然とバックにその意識が向くはずだと思うんですけどね。なるほど、ね、今ちょっとそのお話もリスクが結構やっぱりね、うん、あるっていうあのバックオフィスがこの支えてる部分があると思うんですけど、はい、この今の時代でこのどのようなリスクが例えば想定されるんですかね。いやなんか例えば契約管理さっきお話したのもちょっと後手に回るとか、はい、そのおっしゃってたそのバックオフィスも強くならなきゃいけないっていうところで言うと、なんか具体的に言える範囲でもいいですよ。そうですね、本当にリスクっていろんなものがあると思うんですけど、それこそさっきおっしゃってたように新しいチャレンジをする、売り上げを1年10倍にするみたいなことをすると、うんうん、新しいチャレンジをしますよね。そうすると何が起こるか分からないようなチャレンジをするんで、そこに不確実性が発生すると、うん、それすなわちリスクなので、それをじゃあコーポレート部門でどうやって制御していこうかみたいな話に多分なっていくんですね。でその時に契約っていうのは一つ あの手段になり得て、新しい事業をやる際にこの事業を進めていった時に何が起こるのかというのを想定して契約書に盛り込んでおいて、じゃあそれが起こった時のに誰がそのリスクを背負うのかもみたいなことを契約書に書くこともできるんですね。そうすると実際にそれが起こったとしてもそれは想定済みなんでダメージを最小化できるみたいなことは考えられると思いますし、契約書に絞るとこれ可視化されていってるっていうのが一つ大きな変化かなと思います。可視化されてこれまで紙だったんですね契約書、はい、誰も見返せなかったんですけど、電子化されていてデジタル化されていると。で、企業がどっかの会社と取引をして契約を結びますよね。そうすると自社がどの取引先にどんな義務を負っていてどんな権利を持っているかこれ全部契約に書いてますね。でこれがデジタル化されると全部可視化されます。そうするとうちの会社はどこぞよどこに対してどんな義務を負っていて実は協業仕組みみたいなクリティカルな義務を負っていてこれは見えてなかったら見えるんですよ、うん、見えるとそれ使いやすく会社必ず現れます。パテントトロールみたいな話がありますけど、パテントトロールって知財を買ってきてその特許をもとにそれを使ってビジネスやってる人に訴えていくわけですね、はあはあ、ライセンス料を取りに行くみたいなのがあるんですけど、契約に関しても実は取引先に対して実は昔ある大手の会社さんと結んだ契約に協業資金が入っていました。でいきなりもしかしたらその会社からうちと協業するビジネスやってるよと訴えられるかもしれないとか、そういう契約という観点に限ってもデジタル化されて可視化されていく中で、おそらく発生するリスクっていうのは変わってくるかなと思いますね。可視化されると そうね、確かに契約書なんか全然もう何にも見てないもんな。いや見た方がいいかもしれない。家の契約書こんなね今作ってこんなあったけど、うんね、全然見てない、うん、ねえ、まあでもこれこういう時代にまあでもねきっと今は
そういう意味では可視化もそうですけども、デジタルがここが発達して AI もありますし、クラウドもありますし、そういう意味ではこのバックオフィスフロントのこの、まあね、バランスとかないとはおっしゃいましたけども、もうこの考え方自体変えていくべきだなっていうのはやっぱ思う、もうまさに分岐点なのかもしれないですよね。ですね、そうですね。なんかそういう意味ではなんかあのバックオフィスになんか力を入れようとかフロントに力を入れようとか、まあ、そういったなんかなんていうんですかね、ものというよりはやっぱりなんかあのなんだろうな、その柔軟性を持ったなんかその組織としての動きをするなんかカルチャーというか、なんかそういう組織文化にあのしっかり会社として重視をしてなんか投資する方がなんかまあ結局なんかリスクってもう常に変わるし、なんかまあ何ていうんですかね、そういう例えば契約のリスクももちろんそうですけど、なんかいろんな不正のリスクとか、まあ、もっと言うとなんかお客様とかユーザーが見えないことによってユーザーが離れちゃうとか、まあ、そういうなんか大きなリスクもあると思うんで、まあ、そういうなんかいろんなリスクを会社のなんかそのメンバーがあの柔軟に対応するにはやっぱなんか別に どの部署を2倍にすればリスク2分の1になるわけでもないし、なんかそのリスクが常に変わるんだったらなんか この特定のところになんか重視すればいいよねとか投資すればいいよねっていうなんか単純な話ではなくて、それよりももっとなんかその会社として組織としてなんか文化をしっかり作っていって、みんなでなんかリスクを抑えましょうみたいな、そういう方がなんか健全なのかなっていう気はします。そうですね、まあ、今の議論とバックとこのフロントでバシャってまあ分かれちゃってるから、組織としても、でこれが私も本当バックオフィスのことを勉強するべきだし、本当思いました。今日で丸切り変わりましたからね、だからこれはまあ僕は無知なんですけど、でもなんかその中でも今日見た人もなるほど確かにっていうふうに思った人も多いと思うんで、本当にこういう今日お話良かったですね。なんかすごい良かったです。いやなんかいろいろ変わ、あのオープニングでも言ったんですが、一番僕興味のないところなんです、ここ。興味のないところってイコール知識がない、知識がないから興味がないんですけど、だからその興味がない部分を今日ものすごく興味が出てきたんで、きっといい知識の質が良かったんだなって実感しています。だからもって、はい、キングオブコメントが超めんどくさい。いやもうどうしようもなんない。はい、で大丈夫ですか？5分ぐらい行きますか？5分ぐらいじゃあ行きましょうか。いいですか？はい、それではツイッターとニュースピックスから質問、来てますので紹介します。いや難しい。はい、企業成長を加速させるのバックオフィスか、チームを勝利に導くマインドが大事、任天堂のホーム部のようにバックオフィスでも点を取りに行くような姿勢が大事なのかな、勝利に導く時間を作るために AI などを利用するのかなと、永田さんの言葉響いてる感じなんですか？これよかったです。確かに任天堂のホーム超強いですもんね。あやっぱそれも IP とかあれですか？プロ、いやなんか日本最強組織みたいに言われてますね。言われますよね。そうか、はい、どうやって組織作ってるのちょっと聞きたいですね、はい、ありがとうございます。続いて質問出ますでしょうか？はい、ニュースピックスから、長期的な経営を成功させるためにバックオフィスとして今後取り入れるべき知識やツール、逆に普遍的な能力かなっていうのは何ですかという質問でございます。石倉さんいかがでしょう？いや会社をどうやって成功させるかっていうための能力でしか多分ないんじゃないかと思ってて、バックオフィスだから何って、まあ、もちろんその経理の法律が変わったりとか、知識があったり法律が変わるとかそういういろいろあると思うんですけど、その職種ならではの知識って、普遍的な能力は何ですかって言われたら、その仕事を通して会社を成長させられるかとか、なんか成長させるための意思決定をしたり、まあ、情報収集したり分析をしたりっていうことに尽きるんで、別にバックオフィス限らない気はするんですよね。やっぱでもあれかな、判断とかなんですかね、判断をちゃんと的確にするみたいなのってやっぱバックオフィスめちゃくちゃ大事ですよね。判断と、まあ、結構ちゃんとファクトをどれだけ正しく見れる、現状を正しく見れるみたいな話もあるし、まあ、それをもとにどう判断するかとかもあるだろうし、結構ステークホルダーめちゃくちゃ多いと思うんですよ。関係者すごい多い中でどういう判断できるかとかっていうのはすごい大きいと思うんですよね。さっき言った、守るっていう判断は全部閉じれば守れるわけじゃないですか。なんだけど1点取られるかもしれないけど、3点こっちだったら取れる可能性があるから、ここの子が許容するとかっていう判断なんで、そういう判断をたくさん場面でなんか打席に立ってやっていくみたいなのは結構大事かなと思ってて、僕なんか自分の中で人事経験をやったのはすごい良かったなって。あ、それ結構皆さんいますね。でもそうで採用もそうなんですけど、割と労務とかそういうこう労働系の知識とかもめちゃくちゃ関わるんで、やったのすごい良かったなと思いますけどね、はい。これを一つなんか伝えたいというか、僕がそのコーポレート部門に必ず言っていることがあって、その皆さんのやってる仕事の中で
作業の比率と知的製造のその仕事の比率が何対何なのかっていうところは僕はすごいこだわってるんですね、うん、はい、なのでその作業になる部分、だから例えばそれこそホームを最初にチェックするものとかってすごい作業の部分なんですよね、うんうんうん、自分の仕事のうちその作業部分を最小化していくと必然的にそこから価値が生まれるチームになっていくので、うん、そこの比率が上がっていくってことなんですね。でこれまではそれの外部化するときにどっかの人にとりあえず作業として渡すってものが AI とかいろんなソフトウェアに入れ替わっていってると思っていて、うん、なのでそのこれまでなんとなくこうバックオフィスの人ってカタカタ作業してる人に見えてるところが、はい、あのどうしてもあると思うんですけど、うん、そうじゃないんですよ。非常にその知的なその価値を生み出す創出する部門なんですよ。そこに脳みそが使える比率が上がってますか上がってませんかってところを僕すごくこだわってるので、僕はそれが長期的な経営を成功させるためにバックオフィスがどれだけできるか、そうなると可能な限りバックオフィスの人たちに副業を推薦するんですね。で副業は何かというと作業を他でやってくださいじゃないですよ、うん、あなたが考えていること経験していることが他の会社の人も欲しいと思える状態になってくれってことなんです、ね、うん、まあ、本当価値の創造ですよね。そうなんですよ。だから価値が創造できているその組織チームになる方向にずっと追求していくと僕は長期的な経営を成功させるバックオフィスになっていくんじゃないかなと思ってます、うんうん、わすごいありがとうございます。はい、もう一つ質問来てますかね。はい、バックオフィスのメンバーの活躍で会社が救われたエピソードありますでしょうか。エピソード好きだよね、やっぱり、ね、好きで、角田さんはありますか。これはですね、これなかなか説明難しいんですけど、うん、バックオフィスはうまく機能していると実は救われているということさ気づかないですよ。あ、トラブルが起きない、例えばローン問題が起きない、訴訟が起きない、契約トラブルが起きない、事件が起きてないと早く言ってくださいよそれ。一郎の名言じゃないですか。ね、名言でしたね。ファインプレーは下手な人がやるもんだってね。そうですね、うん、なんで、でその意味では弊社はほぼ何も起きてない、なるほどですね、かなりバックオフィスに入ったりとか投資をしてきているというのは結構分かりやすい、映画になりやすいですね、はい、うんうん、何事もなかったことが実はファインプレーって ね、うん、まあ、これから起こるかもしれない。未来は分からないんで、まあね、ただ分かりやすいエピソード、その守りのバックオフィス機能でいうと起こさせない、で攻めだとファイナンスの調達を資金調達をするとかね、うんうん、これはファイナンスのチーム頑張りましたけど、そういうのはすごいたくさんあります、はい、ありがとうございます、うん、そして観客の方々からご質問。あ、そうですね、なんか今日なかなかね、普段起きてますか、大丈夫ですか。なんかこの前にパーティーとかあったら、なんか飲んでる人もいるでしょ、なんか何人か、大丈夫。赤い人がいますけど大丈夫ですか。ね、どうですか、なんかちょっと気になったこととか。あ、はい、あ、もう毎週ありがとうね、ありがとうございます、うん、私もですね、経営比較というところで、まあ、バック側にいるので今日はそこにこう日が当たってすごい嬉しい気持ちでおります、ありがとうございます。ですね、フロントとバックというときに、フロントはお客さんにこう会いたいしたりとか、まあ、売り上げを上げないといけないとかというときがあるので、こうストレスフルなこう環境にいるというところもあるので、やっぱりフロントとバックで比較するとフロント優位というところが私の会社でもあるかなと思って、でそういうときに、まあ、バック側の仕事というものが、まあ、点を取る可能性があるということを、まあ、みんなにこう知っていくためにマインドセットっていうところが必要なのかなと思いましたので、まあ、石倉さんにちょっと、はい、ご質問なんですけど、どういうふうにこうリーダーだったらそのフォロワーの方々にこう従っていくのかなというところがすごい気になります。モチベーション上げる言葉というか、はい、でもさっき永田さんがおっしゃってたような、なんか知的なこう労働時間を増やすじゃないんですけど、なんか結局それはなんかどういう価値を生み出すのとか、それはなんか会社にとってどういいのみたいなのを多分言い続けるみたいなことが結構大事なんじゃないかなと思ってて、営業とかってなんかどの組織でも意外とそれってお客さんのためになるのとか、お客さんどう言ってんのとか、なんかこの商品の価値何なのみたいなことを、まあ、なんか本当は考えてるかどうかよく分かんないですけど、なんか言うんですよみたいなのがあるんですけど、
なんかそれはどの部門でも言い続けるみたいなのは結構大事なんじゃないかなって気がして、でこれ会社にとってどうなのとか、これはなんかこの部署とかこのお客さんにとって何がいいのみたいなことからなんか出発するみたいなのはなんかすごい基本的なんだけど、なんか言われてると言ってる側もそう思ってくるし、言われてる側もなんか当たり前になってくるじゃないですか。なんでそれをずっと言い続けるみたいな、ちっちゃいんですけど割とそういうことの積み重ねなのかなって気は個人的にはしてます。言葉って確かに言い続けなきゃあんま意味ないですよね、うん、なんか僕らの世界だったら一発ギャグ作りました、自分が飽きてから5年をやれって言われるんですよね、意外と一般の人なんかそんなもんだから、うん、お前が飽きてから、お前が飽きるかどうでもいいから、うん、客が飽きるまでやれっつって、それだって5年ぐらいだよっていう言葉があって、なんかやっぱり言い続けるやり続けるっていうのは実はなんか努力とかじゃなくて人間の脳の構成上そうなってるんですかね、うん、やっぱり積み重ねないと信用しないっていうか、そんな感じがします、うん、ありがとうございます、はい、はい、それでは小坂さんのキングオブコメント準備いただきます。今日めちゃくちゃ本当にあっていやこれ今日は本当ね、もう目から網膜をはげたんですよ本当にいやもうだから今何も見えてないんですけど、なんかすごいその中でこの言葉あの映画になりやすいなと思ったっていうか、はい、映画というかこれを言うべきだっていうふうに僕は思ったっていうか、こちらですね、永田さんのフロントがチャレンジングなことをやろうとした時にやっとバックオフィスのありがたさは分かる。でも実はこれってすごく重要で、でうちはバックもオフロントも、まあ、分けないけど重々だっていうこの、まあ、ダブル合わせ技一本で、本当はね僕あの石川さん あの途中で言ってたあの僕誰でもできるやつは舐められるなってワード、あれって僕すげえあれまた映画になりそうな、うん、でそこですげえものを見せるっていうのもあったし、最後のあれやめてくださいよあのあれもうちょっと早く言ってくださいよ、ね、もうあと本当あの先ほど全てないと全部よかったんですけど、なんか今日のこの言葉がパワーワードだったな、チャレンジングなことをやろうとした時にやっと分かるんだっていうのって、うん、すげえこうなんかでダーンってやった後パッと後ろ向いたらなんかキラッみたいなさ、なんかそういう絵が見えたんで、はい、なんかこちら永田さんにいたしました。ありがとうございます。いかがでしたか。そうですね、はい、なんかその時に、うん、チャレンジなことをやろうとしてバックスのあり方が分かりつつ、それが達成した時にみんなでシャンパンが開けれるかどうかだと思うんですよね。なんか点決めた人のところにみんな集まって、はい、褒めたたえられるんじゃなくて、なんかみんなでその鐘が鳴らせるかとかシャンパンが開けれるかなと思っていて、僕はやっぱりあのケネディ大統領 その NASA に行った時にその清掃員の人にあなたの仕事 何をしてますかって言ったら、私は月に人を送る仕事をしてますって話が僕大好きなんですよね。なのであのそのチームになりさえすればきっとこれは進んでいくんだと思っていて、僕たち言うとバイオジェット燃料で飛行機を飛ばした時に経理の人もガッツポーズをしてるか、なんか僕はそこだと思っているので、あのフロントは常にチャレンジしてる、で振り返ったありがたさが分かる、その結果達成した時にみんなが同じように喜びを分かち合ってるってチームであれば、2回目も3回目も4回目もチャレンジングなことを続けられるエネルギーがバックオフィスの人も根元に生まれるんだろうなと思うんですよね。そうですね。いやいいですね。角田さんいかがでしたか。いやすごい感動しました。今の話に感動しました。なるほどと思って。いいですね。純粋ですね。素晴らしいです。いや、いい話でした。はい、皆さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまたお会いしましょう。はい、さようなら、はい、今日は疲れました。お疲れ様でした。ありがとうございます。